私はトレイルランニング大学の講師、ホワイトカル。私は生徒の春日部紬。今日はテント泊で必要なものを紹介するよ。テント泊か。楽しいだろうな。何食べよう。前半はストーブ、トーチ、クッカーセット。後半はミレーのサースフェー60の使用感を述べる。主に外の製品だね。これはレギュレーターストーブ。ナチュラム限定カラーだから通常版とは色が違う。黒と金色だね。収納袋がついてる。それは助かる。このストーブは CB 缶対応。 CB 缶？簡単に言うと CB 缶は夏とか暖かい所用で、 OD 缶は冬とか寒冷地用なの。夏山しか行かないから CB 缶でいいね。 CB 缶は価格は安く、物理的に大きいのが特徴。 OD 缶は少し高くて大きいのが特徴。 CB 缶ならホームセンターでも買えるね。ストーブの電源を押しやすくするため、そして足を保護してグリップ力を強化するため、カラーアシストセットを装着する。さすがにこれはダイソーで売ってないね。説明書がなくても直感的に装着できる。だけど潤滑油がないと行き詰まる。食用油か自転車のチェーン油を使おう。テントアシストレバーを装着中。オレンジ色が鮮やかだね。レバーの着脱は硬くて苦戦する。次は足にグリップを装着する。ところが硬くて入らない。やっと装着できた。これで使い勝手が増したね。これがさっき言ってた CB 缶。3本セットなんだね。パワーガスとレギュラーガスがある。とりあえずパワーにしとくか。使用時はストーブの凹凸部分を合わせて回す。それは分かりやすい。これはスライドガストーチ。焚き火で使うのかな。最新式でボタンを押しやすくなってる。伸びるんだね。安全に着火できる。さっきの CB 缶で補充できるよ。それはいいね。次はクッカーコンボ。これで調理できる。先生は料理できるの？できるわよ。何作ろうかしら。怪しい。このクッカーコンボは3つの器が入ってる。用途に分けて使えるね。このまま火にかけて調理できるの。蓋もついてるから持ち運びも楽だね。
持ち手もついてるね。これならザック内でも場所を取らないでしょ。そうだね。サーモスの弁当箱、保温したまま運べるね。朝温めたものが夕方でも暖かかったりする。登山用ではないのでちょっと重い。学校と会社の昼休みでも使えるね。自作弁当、愛妻弁当で節約できる。節約したお金で遠征できるね。これらストーブ、トーチ、クッカーがあれば美味しいご飯を作れる。あとは料理の技術だね。つむぎさんは料理できるの？おにぎり作るよ。タニテント、寝袋、マットも必要。衣食住が必要だね。それらについてはトレイルランニング大学のブログに書いた。じゃあ概要欄見とく。ここからはテントを運ぶザックについて。どこを縦走するの？北アルプスの表銀座コース、上高地から槍ヶ岳を経由して燕山に行くの。授業で行くんでしょう。それは楽しみ。テント博向けの最新ザックを購入したから、この授業で紹介するよ。どんなザックだろう？ミレーのサースフェ NX60 プラスよ。登山用のザックは豊富なのにミレーのが良かったの？これからサースフェ NX60 タスの良さを教えるわ。なお、このザックのレビューはトレイルランニング大学のブログでも公開してるよ。概要欄にリンクが貼ってあったな。それとノースフェイスのテルス35とも比較する。以前動画で紹介してたね。なので単純に35と60の容量を比較するだけ。35には35の良さがあるし、60には60の良さがあるから。テルスのミネラルゴールドがとても気に入ってるんだ。35リットルだとテント、寝袋、マットは入らない。そうだね。なので山小屋に泊まるなら最適な容量と言える。テントを持参しなくていいね。だけど山小屋泊は 12,000円が相場。気軽に泊まれないね。もちろん山小屋だと他者と交流できたり、天気に左右されないメリットがあるけど、金銭的に泊まれる回数が限られる。確かに。そこでテント泊するには最適と言われる60リットルのザックを購入したの。60ならテントも楽に入るかな。レッド購入したの。スフェイスのストームブレイク1、お収納し、寝袋とマットを外付けできたわ。ザックに外付けできるんだね。だからサースフェ NX60 プラスを買ったんだけどね。でも60リットルは大きすぎない？結果的に60でよかった。50だと小さい。50と60でそんなに違うの？サースフェ NX シリーズは30から50までは同じ作りで、60と75リットルとはデザインが異なるの。サースフェ NX は容量によって2種類あるってこと？そうなの。だから50と60では作りが違うの。大きさが違うだけじゃないんだね。なおサースフェは旧式と最新式があるから、購入時に間違えないよう商品名に NX と書いてあるのが最新式だね。旧式は格安だけど機能面は全然違うから、買うときは商品名を確認しよう。まずサースフェ NX60 プラスは男女で異なる。2種類あるの？そうだけど、
男女ともワンサイズなの。サイズは一つなんだね。それは購入後に調整できるから。それはいいね。自分で SML サイズで調整できるので、サイズの心配はない。通販でも安心して買えるね。男性用は赤と青、女性用は青の色がある。女性用は青しかないね。ミネラルゴールドもないし。紐とか結合部まで色が塗られてるのはさすがだわ。確かに青なら全部が青なんだね。中はエメラルドグリーンのところもあるけど、それはそれで素晴らしい。中は鮮やかだね。中端切りがあって荷物を上下で区別できる。それはいいね。確かに気質だったよね。そう、2気質だから上下どちらからでも荷物を取れる。それは便利。当然ハイドレーションも入れられる。今はハイドレーションのポケットは標準装備だね。中はストームブレーク位置のテントが入ってもだいぶ空きがある。それはよかった。寝袋とマットはどこにつけるの？ザックの下に寝袋を吊るせるし、マットはザック横に装着できる。これは便利だね。中の収納スペースを阻害しない。テント、寝袋、マットが収納できるのが購入の条件だったから、やはり60リットルのザックでよかったね。ここからはザックの外装について。外側にはどんな機能があるんだろう？ザック上部にポケットが3つあるの。3つはいいね。その1つにレインカバーが入ってる。別売じゃなくてよかった。60プラスというだけあって上部を拡張できる。それはすごい。75にしなくてよかった。拡張性が高いのがサースフェイ NX60 プラスだからね。他にはどんな特徴があるの？表側に大きなポケットがあるの。これは目立つね。外側に大きなポケットがついてるのは60と75だけ。50までのザックにはないんだね。このポケットは内部とつながっている。そうなの？独立してないんだ。じゃあ荷物の出し入れが楽だね。しかも左右にもポケットがあって独立してるの。つまり大きなポケットは3つの出入り口があるんだね。画像を載せとくよ。これならわかる。あとサースフェイ NX60 プラスには胸部分のベルトにスマートフォン等が入る小物入れがあるの。それは便利だね。トレイルランのザックみたい。そこが浅いのでソフトフラスクは入らないけど、スマートフォンが入るから山での写真撮影が楽になる。ザックの左右にボトルホルダーがある。今では一般的だね。でも左右の大きさが違うの。そうなんだ。片方にストック、もう片方にドリックを入れられる。用途に合わせて使おう。ウエストベルトにはポーチがあるの。定番だね。ところがポーチは二重になっててるの。ポケットが2つある状態ね。それは便利。なので財布やスマホのような頻繁に使うものを入れとける。サースフェ NX60 タスの機能性と拡張性がすごすぎる。それだけじゃないの。まだあるの？このポーチを拡張して2倍ほどの大きさにできるの。使う人のことが考えられてるね。だから登山地図を入れたり、大きめのものをしまえる。もう言うことなし。ここまでの話をまとめるよ。はい。サースフェイ NX60 プラスは2024年2月に発売されたザック。ミレーの製品だね。男女で2種類ある。定価46,200円で、高級感がある。もはや背負う宝石。旧型よりは治水性が強化されたし、レインカバーが標準装備。ふむふむ。ショルダーハーネス部分に小物入れあり、使い勝手が格段に上がる。フロントポケットは3つから出し入れ可能。調理器具と食料を入れとくか。サイドポケットからも物を出し入れできる。大きめのはここから取り出そう。ウエストベルトのポケットは左右で4つある。さっき言ってたやっこだね。ボトムに寝袋、サイドにマットを装着可能。テント泊に必須だね。あとはテントを収納すれば重装できる。機能性と拡張性がすごすぎる。だけど難点もあるの。あるの？拡張性が多いから紐も多いの。すると？慣れないと紐が多すぎて混乱する。嬉しい悲鳴。それでもサースフェイ NX60 タスは素晴らしいザックだよ。買うならサースフェイ NX60 タスだね。ワンサイズだからサイズの心配はいらない。買った後に SML で調整できるね。この授業で紹介できたのは一部だけ。概要欄とブログ記事も見ておくよ。いずれトレイルランニング大学の動画で上高地から燕山への縦走を掲載するよ。サースフェ NX60 タスを実際に使えるね。
だからチャンネル登録してね。